日本近畿地方京都府京都市右京区、並びが丘並びが丘は、京都府京都市右京区五室総丘町に所在する、個性層の孤立旧、国の名称に指定されている。京都盆地北西部にあり、標高は116メートルである。つれずれ草の作者である、吉田健康が晩年を過ごした地とされている。並びが丘の他に、総が、丘、並びが丘、総丘、並丘、 早急、早竹など、様々な表記が存在する。西南西から見た、並びが丘奥は、比叡山並びが丘とは南北に並ぶ三つの丘の総称であり、北から順に一の丘、二の丘、三の丘と呼ばれる。付近の標高は、JR 山陰本線花園駅付近が約40メートル、乱電北の線、おむ仁和寺駅付近が約七十メートルであり、並びが丘は、 付近の低地より40の50メートル突出している。山域の総面積は18.9ヘクタールである。山陸の南側には東西に丸田町通りが走り、丸田町通りに並行して JR 山陰本線が走っている。西陸には南北に国道162号が走っている。登陸には明神寺や宝根号院が、北陸には仁和寺が存在する。西陸を ゴムロ川が流れており、並び川なんで、歌川、上谷川と合流する。三の丘の西側、宝根合院の北側には五倉山古墳が存在するが、墳丘は破壊されていて、詳細は不明である。三の丘と五倉山古墳の間には、かつて宗池と称された大きな天然池があり、並び川と宗池はいずれも歌枕として広く和歌に読まれた。 宗池の水面標高は約45メートルであり、南北80メートルから90メートル、東西40メートルから50メートル程度だったと推測されている。俗日本語記には、当期には水面に水鳥が群を成していたことが記されている。宗池は江戸時代までに水が枯れて他となり、現在では住宅地となっている。 国語学者の吉田兼彦は、藤原家の山と散々と対比させるように、船岡さん、吉田さん、並びが丘を平安家の葛ずの山山と名付けている。一般に船岡さんの正中線が平安家の中心線とされるが、平安宮の大極殿は並びが丘と吉田さんを結ぶ直線上にあり、吉田は並びが丘と 吉田山が大極殿の位置の基準となったのではないかと考察している。平安系銭湯の御事のりには、宮山が陳をなすとあり、この三山はいずれも孤立級である、船岡さん吉田さん並びが丘だとする説がある。並びが丘一号分、清原夏野の墓とする石踏みが、後世に建てられたが、実際は6世紀後半マイナス7世紀初頭頃の豪族の主張母。 並びが丘には6世紀後半から7世紀前半に築かれた24基の古墳があり、総称して並びが丘古墳群と呼ばれる。一の丘の頂上付近にある一号墳は直径44メートル、高さ8メートルの円墳であり、全長15.8メートル、原室長6.8メートルの石室は、右京近辺では渦政面影町の蛇塚古墳の石室に次ぐ大きさである。 一号墳以外は、直径10メートルから20メートルの小型の円墳であり、一の丘と二の丘の間の谷筋、二の丘と三の丘の間の谷筋に集中している。並びが丘の南西には、畑市の本、副葬品は、ほとんどが失われているが、末期、はじき、鉄製品、石棺の破片などが出土している。並びが丘で晩年を過ごした健康法中世には、 天皇の有料地であり、皇位貴族の山荘地でもあった。八世紀には大納言の清原夏野が、並びが丘の南東部に山荘を営んだ。夏野は後に総岡大臣と呼ばれ、類似国史によれば、天朝七年に淳な天皇が来たのを行幸した折には、夏野の山荘を訪れている。夏野の死後に山荘を寺に改めた者が、奉公合院の前身とされる。上年には、 天皇有料の際に四、持ちする地として、東墳が十五位下を授けられている。旧世紀には、左大臣の源の常も三荘を構え、俗日本語記によれば、人名天皇が常の三荘に良好したという。菅原高末城は、さらしな日記に、南は、並びの丘の松風、糸耳を心細く聞こえてと記し、並びが丘旧金の寂しさを描写している。 健康帽子は、健康法師歌集に、ちぎりよく花と並びの丘の辺に、あわれ、行く世の春をすぐさむという歌を残している。健康は、並びが丘西六の世で余生を過ごし、この地で、つれずれ草を執筆したため、一の丘の登録にある長泉寺には、健康の墓や花火碑が建てられているが、これは健康を忍んで、江戸時代に建てられた記念物であるとされる。17世紀後半に、 黒川道友が書いた山城国の知史、幼州不死には、僧の丘として登場する。1928年には、牧野プロダクションを退社した河合博史はじめや田中十三が、並びが丘南六にレンタルスタジオとして、日本記念マ撮影所を設立した。片岡知恵蔵プロダクションの設立第一作、天下太平記は1928年5月に、日本記念マ撮影所で、 クランクインし、翌月に公開されている。1928年に設立された、嵐勘十郎プロダクションは5本のサイレント映画を、竹井隆造プロダクションは3本のサイレント映画を、山本綾三郎プロダクション、山口敏夫プロダクション、市川小文治、歌舞伎映画プロダクションは、それぞれ1本のサイレント映画を、日本キネマ撮影所で制作している。1950年には、 宝プロダクションが日本キネマ撮影所を使用していたが、宝プロは1953年に宝プロ撮影所を建設し、並びが丘撮影所は閉鎖された。1941年11月13日、並びが丘は京都盆地における卓越した展望地点として国の名称に指定された。1949年には登録に、 京都市立並びが丘中学校が開校し、1954年には南西6に、新西十全会の京都総丘病院が開院した。戦後には、忍那寺が3域を所有しており、1964年には土地の購入希望者がホテル建設などの観光開発を計画したが、第三国人の手に移り破壊されるという噂も、ありシミニや行政の反対にあって頓挫した。 1966年には、並びが丘に、京都工科大学の建設が持ち上がり、衆議院における、決算委員会で質疑が行われたが、結局大学が建設されることはなかった。これら高度経済成長期における並びが丘での、騒動は、若草山でのレクリエーション施設建設開発や旧、東大寺境内のホテル建設計画などとともに、国が1966年に、 古都保存法を制定するきっかけの一つとなった。その後は国の援助を受け、1976年には京都市が仁和寺から山域を一部買収して保全活動を行っている。1996年には小室衣笠の一部として古都保存法における歴史的風土特別保存地域に指定された。また都市計画法の風地地区でもある。 並びが丘古墳群に関するカテゴリありがとうございます。